1981年、大分県のアパートで女子大生が命を奪われ、隣に住む男性が5人逮捕されるという事件が発生しました。発見された時、被害者は上半身に白い半袖 T シャツを身につけ、下半身は裸、首にオーバーオールが巻きつけられた状態で、金品は盗まれていないものの、部屋が荒らされていました。現場に残された犯人のものと思われる遺留物から血液型が判明。その延長線上に隣室の男性が逮捕され、裁判では無罪が認められましたが、酔って寝ていただけなのに犯人扱い、その上冤罪により13年もの時間が奪われています。彼はなぜ容疑者にされたのか、真犯人は誰なのか、今回は警察の不適切な捜査で未解決となった、緑荘大分女子短大事件を紐解きます。まずは事件概要からご説明します。1981年6月28日午前12時40分ごろ、大分県大分市六房町、現在の六房南町にあるアパート、緑荘203号室に住む県立芸術文化短期大学1年の S さん、当時18歳が、何者かのわいせつ行為を受け手にかけられました。当時彼女は同じ短大へ通う姉と2人暮らし、当日は音楽サークル仲間との演奏会で、打ち上げの二次会から帰宅した直後に襲われています。姉は二次会が終わった後、友人を止めるつもりで部屋へ戻り、変わり果てた妹を見つけました。二人は慌てて近所に住む男子学生のアパートへ助けを求め、午前12時後11分、彼は近くの公衆電話から警察へ通報し、警察官は9分後の午前1時に到着して遺体を確認、両隣の部屋へ聞き込みに訪れましたが応答せず、その後アパート東隣の空き地を調べていたところ、2階の窓から何しよるかと声をかけられたのです。この言葉をかけた人物こそ、冤罪にされた202号室に住むホテル従業員の K さん、当時25歳で、話を聞くために部屋を訪れると、前日27日の午後3時ごろ、同棲相手の A さん、当時19歳と喧嘩して相手に出て行かれ、ウイスキーと食材を買いに行った後、肉野菜炒めを作り、部屋でお酒を飲んでテレビを見ながら寝てしまった。事件の騒ぎは知らないと答えました。しかし S さんに付着していた体液は B 型、 K さんも B 型だったことで疑いを向けられます。呼吸や心拍からの反応を記録するポリグラフ検査にかけられ、4本の毛髪を提出。3日間に及ぶ事情聴取や写真撮影、当日着ていた下着と10本の毛髪、さらに10本の体毛を提出させられて鑑定。A さんは事件後に同棲を解消し、実家へ帰りました。警察は K さんを犯人とする決定的証拠を発見できず焦っていましたが、現場に残された体毛のうち3本が彼と一致。供述の不自然さを取り上げ、事件から半年後の翌1982年1月14日に逮捕へ踏み切るも、一審判決の無期懲役を経て、控訴審で逆転無罪を勝ち取られ、1996年6月28日に時効を迎え、現在へ至ります。では聞き込みで判明した状況をお伝えします。6月27日午後11時ごろ、東隣の敷地に住む主婦が眠りにつこうとしたところ、アパート側から女性のすすり泣く声が聞こえました。その後、物が倒れる音を耳にしたので、その方向を見ると、203号室は薄暗く、202号室は電灯がつけられた状態、205号室は豆電球のような明るさで、女性の影が見えたと証言しました。201号室に住む女性は午後10時にベッドへ入り、202号室のステレオが騒がしくて寝つけず、ようやく眠れそうになった時、大きな物音で目が覚め、教えてどうしてという言葉を聞きます。205号室の女性は午後11時40分ごろ、誰か助けてという悲鳴を聞き、外の様子をうかがうと、203号室の明かりが見えたため、ドアをノックしました。すると部屋から女性の悲鳴が聞こえたので怖くなり、自分の部屋へ戻ります。その後、神様お許しくださいという泣き叫ぶ声やうめき声、物が倒れる音に不安を煽られ、すぐに着替えて近くの公衆電話から親元へ連絡。事情を伝えて1時間後の午前12時40分にはタクシーに乗って臼杵市の実家へ向かいました。緑荘は木造モルタルの2階建てアパート、数字の4を避け、104号室と204号室は存在しません。部屋は全部で8室、学生と若い女性がほとんどで、玄関には訪問者を確認するドアスコープが付けられています。近隣住民の証言から判断すると、
S さんが亡くなったのは6月27日午後11時30分から翌28日午前12時40分までの間、彼女が話していた言葉から想定される犯人は顔見知りで、狙って部屋へ侵入したわけではないと考えられます。その根拠は201号室に住む女性の証言。教えてどうしてという言葉は相手の素性を知っているけど、なぜそれを強制されるか理解できない、説明されたけど納得できないからこその発言で、もちろん見知らぬ男の可能性もありますが、彼女は相手と1分以上会話しており、よく知った相手でなければこのようなやり取りは成立しないのではないでしょうか。次に K さんの生い立ちをご紹介します。彼は大分県大野郡大野町、現在の豊後大野市に生まれ農家の長男として育ちました。ただし上には3人の姉が存在しているため、順番としては第4子、小学校4年生の時父親が糖尿病から入退院を繰り返し、中学に進学してから母親が父親の看病をするため大分市へ転居、姉と実家で暮らす生活になります。しかし2年生の時不登校になり、神経内科の医師から自閉的な精神病室と診断され、姉が働いて治療費を捻出、母親も清掃の仕事で生活費を稼ぐも、家計はいつも圧迫された状態で、1年遅れで高校へ入学して、学校で知り合った友人とバイクを乗り回すようになりました。高校を卒業した後は航空自衛隊に入隊、福岡県の築城基地へ配属され、順調に仕事をこなすも飲酒運転で事故を起こして退職します。その後は仕事を転々と変え、ホテル従業員に落ち着き、館内の洋食店に勤務する A さんと交際して、アパートで同棲するようになりました。二人の関係はお互いの親にも認められ、事件発生まで喧嘩や仲直りを繰り返しながら問題なく過ごしていたのです。続いて裁判の様子を解説します。警察から犯人扱いされた K さんは1982年3月9日、大分地裁で無期懲役の有罪判決となりました。弁護側は自白を強要されたことや曖昧な毛髪鑑定を主張したものの、一審ではそれを証拠として採用。1990年3月14日に福岡高裁で開かれた控訴審では、彼の行動を証言する人物として新聞記者も出廷します。事件当夜 K さんは同棲相手の A さんに電話するためアパートから外へ出て、その時記者に出会い、被害者の隣人として取材を受け、住所や名前、勤務先や部屋の間取りも伝えました。彼が犯人であればこのような堂々とした対応はしません。無論犯人であることをカモフラージュする目的で応じる人物も存在しますが、記者によれば不審点は全く見当たらなかったそうです。さらに裁判証拠として DNA 鑑定が採用されたのはこの事件が初。当時の技術はまだ未熟で、個人を特定する信頼性が薄く、データが不足していた現実もあり、今ほど精密ではなかった。しかも鑑定書は53箇所に及ぶ誤りが認められたにもかかわらず、それを確認した法医学の教授は鑑定作業に関与していない、30分から1時間ほど書類に目を通しただけで訂正しなければならないポイントに気づけなかった。したがって鑑定書を精査したわけではなく、証拠能力として認められないため無罪になったのです。ただし控訴審判決が出たのは1995年6月30日、事件発生から実に13年も名を着せられ、無実の罪を背負わされました。 K さんが福岡拘置所から釈放された時は38歳になっており、当時付き合っていた A さんは結婚して3児の母親、5人逮捕されていなければ彼女との温かい家庭も手の届くところにあった。しかし冤罪によって失われた時間は取り戻せず、警察は一人の人生を壊したのです。冤罪はなぜ作られたのでしょうか。ここでは当時の社会的背景も含めお話しします。この事件が発生した3ヶ月後の10月、銀行から500万円が奪われる強盗事件と、2ヶ月後に大分市内で連続放火事件が起こりました。この2つの事件に関連はありませんが、全て未解決であるという共通認識から警察への視線は厳しく、なぜ捕まえられないのか非難が強くなる一方で、権威や威厳は地に落ちたと言わんばかりの風潮でした。そのため早く犯人を挙げなければと考え、しっかり吟味せず K さんに当てはまるような状況証拠を揃えて、ダメ押しの DNA 鑑定を前面に押し出したのではないでしょうか。当初遺体に付着した体液は B 型とされましたが、
控訴審の再鑑定ではオーバーオールから O 型の体毛が検出され、後に S さんの体内に残されていた体液も O 型あるいは A 型と確定、故に K さんを示す証拠にならないどころか、控訴審へ進まなければ間違いも闇に葬られていたかもしれません。そもそも単独犯ではないかもしれない。体液の血液型が2種類なら2人の犯人が存在していた可能性もあるし、神様を許しくださいと言ったのは男性ではなく手引きした女性と考えれば、男一人の犯行というイメージも根底から覆える。警察は先入観から多くのことを見落としており、再度 S さんの交友関係を洗い直せば条件に該当する人物も浮かび上がったのではないでしょうか。一審の裁判官も検察側の意見を採用し、弁護側の主張を制限しました。ジャーナリストによれば、判決には地元の感情が入っていると、この事件には大分県民から犯人は K さんだろう、絶対に許せないという処罰感情が寄せられていたため、検察側の誤りに気づかないまま進められたのかもしれません。最後に一つ、あくまでも憶測になりますが、ここからは犯人像に迫ります。205号室の女性が聞いた神様を許しくださいという言葉はいつ発言されたのでしょうか。犯人が S さんの命を奪った後罪を懺悔したのか、もしくは彼女の行動は宗教倫理から逸脱したもので、この女の罪を見つけたという意味で話したのか不明ですが、いずれにしても犯人にとってこれが良くない行為と認識した上で叫んでいるのです。それも1回ではなく1分から2分の間に10回程度繰り返された後、静かになり、間もなくして押し入れ側から物を動かすような音が聞こえたと証言されているので、おそらく S さんを手にかけ罪を告白した言葉で許しを請うためだったと推測できるでしょう。だとすれば犯人はすぐ逃走するのではなく、神への懺悔を口にした宗教を信仰する人物、さらに彼女は普段姉と二人暮らしで一人ではありません。すなわち犯人は当日 S さんが一人になったことを知る音楽サークル仲間の中に存在したのではないでしょうか。本来であれば彼女も二次会へ参加する予定でした。姉は会計係として同行しましたが、 S さんはお風呂に入りたいからと言い先に帰っています。この時男子学生が彼女を含む3人の女子学生を送り、午後11時15分ごろ緑荘近くの交差点で別れました。その後彼は二次会へ合流するもほどなくしてお開きになり、姉と友人は男子学生に送られ、翌6月28日午前12時30分に別れ、帰宅後に冒頭でお伝えした事件が発覚しています。S さんを送った男子学生は二次会へ顔を出していますが、その後のアリバイは確認できていません。お開きになってすぐ帰宅したのか、それとも姉と友人を送り届けた人物と同一なのか発表されておらず、仮にこの男子学生がすぐ帰宅したのであれば、彼女が一人でいることを知っており彼が犯人とも考察できる。もう一つの見解として、男子学生は姉と友人を送り届けた人物で、二人は遺体を発見して警察へ通報してもらおうと彼を追いかけるも周辺には見当たらず、近所に住んでいる別の男子学生に助けを求めました。この時応じた彼も犯人になれる条件が揃っています。しかし警察は最初からケリさん犯人説を推していたので、男子学生への事情聴取は通り一遍で細かい部分まで確認していない。確かに K さんのお酒を飲んで寝ていたという話はアリバイとして成立しないものの、血液型の違いや新聞記者の証言、犯人は直毛ですが彼はパーマをかけていることなど、一つ一つ丁寧に調べれば真犯人は別の人物という真実へたどり着くでしょう。けれど思い込みを外さず、都合よく解釈したことで未解決事件へ誘導されたのです。正したとえ信仰心の厚い男子学生を探したとしても、家宅捜査しなければ生活態度や価値観はわからないし、音楽サークルの一員であれば十字架のペンダントなどを持っていてもおかしくありません。家宅捜査すれば書籍や祭壇、宗教に関係するグッズも確認可能なので、初動捜査で容疑者を K さんに絞らず男子学生一人一人に事情聴取し、任意での家宅捜査を受け入れさせれば宗教関連のグッズも発見できたはず。そこで警察の捜査協力を拒否するなら、それこそ追及して叱るべきで、当時見当違いの捜査が行われたことで真犯人を取り逃がし、無実の K さんを冤罪へ至らしめた。現場状況や司法解剖、周囲の環境や近隣住民の証言はもっと多く存在していましたが、
詳細が発表されていないのは、警察の不手際を隠蔽しようとしたからではないでしょうか。40年以上前になるので犯人が生きていれば60代。短大を卒業して普通に働いているなら、現在は音楽または美術関連の仕事に従事した、芸術分野へ造詣の深い人間かもしれません。この事件は迷宮入りしましたが、警察には犯人検挙の意気込みと同時に、幅広い見識を持ってほしいと願うばかりです。S さんのご冥福を心からお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。あなたはこの事件をどう感じましたか？